シャローシラジオサニーデーフライデー。はい、こんにちは、田村陽太です。今日も一人語り会をしていきたいと思います。今日のテーマはですね、働き方チョイス、職人気質に生きる、商人気質に生きるというテーマでお話をしていきたいなと思います。まあ、突然ですが、皆さんは職人気質ですか、あるいは商人気質ですか。まあ、職人っていうとね、まあ伝統のまあ工芸品であったりとか、コツコツとね作るようなイメージの方を持たれているイメージがあるかと思います。で、商人というとまあ物を売る方、まあビジネスマンであったりとか、まあそういう方ですよね。まあ私も社会人となってからは、その物を作る側というよりかは物を販売する側で生きてきたので、まあ、この商人としてのまあ生き方をしてきました。で、まあ実際ね、私もこう振り返ってみると、こうサラリーマンの時に関しては、まあ物を販売する営業するっていうことで、どちらかというともうすでに会社で持っている物を販売することっていうことを主にやっていたんですけども、まあ、独立してからは、その自分でまあお客さんを見つけなければならないであったりとか、お客さんをコンサルティングしてお金をもらうっていうような、まあ、無形のサービスを扱っていることから、その無形のサービスをこう差別化するものをどうするかっていうことを考えたときに、自分たちにしかできないことは何なのかっていうところをまあ突き詰めて考えるようになったので、まあ、どちらかというと、まあ、職人的に何か物を生み出さなければならない、作らなきゃいけないっていう気持ちが生み出されました。なので、この商人気質で生きていくのか、職人気質で生きていくのかっていうことを私が考えると、結構まあ、半々というか、の気持ちで、どちらも大事な気質だなっていうふうには思っております。で、これってまあ、普段のサラリーマンで働いている方も、まあ、経営者として働いている方も、自分がどういう、まあ、業種で働いているかとか、どういう職種で働いているかによって、自分自身の気質っていうのが、職人寄りなのか、商人寄りなのかっていうところが違うと思うんですけど、その自分の気質がどうなのかとか、相手の気質がどうなのかによって、その自分のビジネスってやりやすくなっていくものだなっていうのは私は思っています。なので今日はですね、あなたは職人気質なのか、商人気質なのかっていうところを、ま、自己分析していって、あ、自分はこういう性格というか、気質だからこそ、こういう風にして働いていった方がいいなっていうような形で、普段のね自分の気質っていうところをもうちょっとこう深く深掘りしていっていただけたらなと思い、今日はお話ししてきました。これってね、自分自身のまあ働き方、まあ、働きやすさ、会社で働いている方、経営者の方、いろいろいらっしゃると思うんですけども、ちょっとでも働きやすさが向上するかなと思ってますので、今日はお話をしていきたいなと思ってます。まずそもそもなんですけど、職人気質とは何かっていうところなんですけど、まあ、大きく4つあると思うんですよね。まず一つ目は、その職人の方っていうと、まあ、技術と品質へこだわってる方っていう方が多いと思うんですよ。自分自身がこのものを作るときに、こういう、まあ、スキルでもって作るんだっていうところであったりとか、その作ったものに対して、まあ、こういうところが素晴らしいと思っているっていうものがあると思うんですけど、まあ、それに対して、まあ、とことんこだわってクオリティ高く作るっていうところがあると思うんですよね。で、それを作るためには、絶え間ぬ自分の自身の努力を惜しまないというか、その自分にとって素晴らしいものを作るためには、こういう風にして、スキルを磨かなきゃいけないっていうような努力を積み重ねるっていうところが、職人気質の方はやっぱ大事かなと思ってますね。で、まあ、職人の方って、その自分自身のものとかサービスに対して誇りを持っているので、まあ、それが例えばお客さんから褒められたことに関しては、とても、ま、自分自身を誇りに思うというか、まあ、そういうところがあると思いますよね。で、その自分たちの、まあ、素晴らしいサービス、ものを作るためには、できるだけ丁寧に、まあ、慎重にというか、いいものを作るためにはじっくりと仕事をしていかなきゃならないという気持ちをね、持たれる方っていうのがやっぱ多いとは思いますね。まあ、こういうのが職人気質と主に言うと思いますね。で、二つ目の商人気質なんですけれども、まあ、商人の方って、ま、物をね、お客さんに販売して、その仕入れたものに対して高く販売して、その会社の方で利益を持つっていうようなとこがあると思うんで、その利益であったりとか効率性を追求するってところが一番重要だと思いますね。はい。そういうところの、ま、その どれぐらいのコストがかかって、それに対しての売り上げがどんだけ乗せたらいいのかとか、そういうコストとか収益のバランスっていうのが、ま、敏感な方っていうのは、ま、商人気質の方が多いかなと思いますね。で、まあ、柔軟なね、ニーズというか、お客さん、いろんなお客さんと会うことによって、まあ、お客さん側のニーズっていうのをいろいろ聞くので、そのニーズに叶えるためには、自社の商品をどうやって販売していくか、自社の商品を改善していくためにはどういうところを注意しなきゃならないかっていうところを、柔軟に対応するっていう能力が、まあ、商人気質の方はやっぱあるのかなと思ってます。
で、3つ目としては、やっぱその少人気質の方っていうのは、どうやってお客さんに販売していくかっていうところを求めていくために、売る対象としての分母を広げなきゃならないってところがあると思うので、人間関係を築いていったりとか、ネットワーキングする力っていうのは非常にお持ちの方かなと思いますね。で、4つ目は、その、まあね、その売上とか利益とかっていうところの、どんな風にしてバランスを持って販売しなきゃいけないのかっていうところを考えられるので、もう自分たちのコスト、何をしなきゃならないかっていうところの、まあ、金額の計算であったりとか、その辺も強いですし、実際こう販売した時には、そのいろんな、その販売するだけじゃなくて、他にもどんなリスクがあるのかなっていうような、そういうリスク管理っていうところも、長けている方が多いのかなと思います。まあ、こんな感じで、まあ、社会人になってくると、そういう職人として働かれる方もいれば、商人として働かれる方、いろいろいらっしゃると思うんですよ。まあ、自分たちの働いている業種によっても、そこまで売上を追求しなくてもいいよね、とか、自分たちはまあ内勤のお仕事なので、その売上というよりかはいかに自分たちのやってる作業を短くするかっていうようなことを求められたりとか、その自分たちのやってるお仕事の内容によっては、その職人気質として育っていったのかとか、商人気質として育っていったのかっていうところが、多分変わってくると思うんですよ。私の場合は、冒頭に申し上げましたけど、まあ、仕事をしている中で、営業バタ、もともと最初の産業機械メーカーの海外営業をしていたので、その自分たちの日本国内の価格と海外の価格を考えたときに、その国に合ったプライスはどんな風にしていったらいいのかっていうところも考えたりとかしてたので、やっぱその営業バタ家で、来たので、まあ、承認気質できたかなと思います。で、その後、社労士事務所に転職して、その営業というよりかはそのバックヤードのお仕事、をすることが増えたので、顧問の契約を取った後に、そのお客さんたちがどのようにして従業員さんを採用した時のリスクを減らしていくかとか、これぐらいの人件費を割くためにはどんな風にして給与設計しなきゃいけないのかっていうところの、お客さんの方のリスク管理とか、販売管理とか、まあそういうところをやってきたので、まあここも、まあ承認気質で生きてきてるなって思いますね。で、その後独立してから私はその承認気質だけじゃなくて、自分たちのサービスはどんな風にして作んなきゃいけないかっていうところ、そのやっぱ無形のサービスを扱っているからこそ、そのお客さんにとっては、あなたは自分たちの会社のことを分かっているんですかっていうような、他人事のように、まあ、コンサルティングをしてしまってるなってところが、まあ、当初はあったんですね、独立した時は。そうならないために、やっぱその、自分はその社労士業を、そういう労務のコンサルをしているんだからこそ、自分たちは何ができるんですか？そのお客さんと一緒に、お客さんと一緒に物を作って、私たちも社会のために物を生み出していますよっていうような、有形のサービスを扱わなきゃいけないなっていうふうに、独立してからガラッとすごい考えを変えたんですよね。なので今私はその、社労士業以外にも、ポッドキャスト番組の制作をしたり、社労士事務所以外に株式会社っていうところのものを作って、主にその職人気質、伝統産業、まあ例えば、まあ伝統工芸であったりとか、あと銭湯であったりとか、あとは美術作品とかですね、美術系の会社さんとか、そういう職人としてものをこう作っている会社さんを、いかにしてこう販売して、いかにして、世の社会とつなげていくかっていうようなところを支援するっていうようなことをしております。無形のサービスを扱っているからこそ、自分たちはこう何ができるんですかっていうところをしっかりと自分たちの事業をが生み出せるように、職人気質として生きていかなきゃいけないなっていうところは、普段は意識してやっています。なので、私としては、自分の個性というかできることに関しては、承認気質なもの、もともと持っている素質というか、経験上私は承認の気質を持っているので、それはお客さんに対してこう自分たちのサービスを提供する際にも、まあ、承認気質な、承認的な視点で、アドバイスをすることができるんですけども、自分がお仕事をしていく上では、承認だけの仕事だけじゃなくて、職人として、いろんなお客さんと付き合っていかなきゃいけないなっていうふうに思ったし、承認のような方たちと付き合うんじゃなくて、自分たちのものを作っている、自分たち独自の、サービスを作って提供している方っていうところに、まあ、付き合う必要があるっていうことを考え始めたので、やっぱその職人気質の重要性というか、まあ、憧れっていうのを持ち始めたのかなっていうふうには、私は思ってますね。皆さんはどうですか？その職人気質な感じで生きていきたいですか？承認気質な感じで生きていきたいですか？うん。これって自分がどう生きたいかっていうところも大事ですし、自分はどういう形であれば、まあ、居心地がいいかっていうところにも、やっぱ影響してくるのかなとは思うんですよね。
まあ、普段のやっぱりこうライスワークというかお金をもらう仕事に関してはやっぱりその職人気質での仕事が求められるよりかは私としては商人気質のお仕事、まあ、コスト管理だったりとかどうやって販売していくかっていうようなところを重視していった方がビジネスはしていきやすいなと思ってます。ただどう自分が生きていきたいか、それはまああり方ですよね。まあ、自分の姿勢としてどう生きていきたいかっていうと、やっぱり職人気質で生きていくことっていうのが自分としてはしていきたいし、そういうあり方であるからこそ、自分が独立してきてからもそうですけども、まあ自分はいろんなお客さん、会社のお客さんから顧問契約をいただいて、お金をもらっているっていう立場から、まあいろんな社長さんと付き合うことがあるんですよね。社長さんってまあ自分自身の会社っていうこと、会社を愛してるし、その会社を愛すがゆえにどういうふうにしてその自分たちのビジネスを社会にこう提供していくか、付加価値を与えていくかってこう一番考えているので、まあ自分で自分のまあリスクを背負っているというか、自分で物を作っている方って多いじゃないですか。やっぱその自分で物を作っている方たちと、まあ、対等に顧問契約をいただいてお金をもらう上では、自分はやっぱ職人として、自分も物を乱す側としてやっていかなきゃいけないなっていうふうには思っているので、まあ、生き方というか姿勢としては、僕たちは職人気質として、どんどん生きていきたいと私は思っています。もしかしたらこれ思ったんですけど、まあ、なんか元々ずっとこういうことを考えなければ、まあ、自分たちのしている業種であったりとか職種とか、独立してるしてないによって、まあ、職人気質のままの方もいれば、商人気質のまま生きている方っていうのは結構多いのかなっていうふうには思いますね。だからそこまで考えることもなく生きている方が多いのかなと思うんですけど、まあ私は運良くも、元々はサラリーマンだったけれども、独立してっていうところが、しかもまあ20代後半で独立したので、比較的その自分のまあ業種とか業界にどっぷりと浸からずに自分の力でこう独立したってところもあるので、どっちの良さも分かってるというか、商人気質の良さも分かってるし、職人気質の良さも分かってるっていうような、自分の考えで、よそのこう、なんか当たり前の常識にどっぷり浸からずに、自分はこういう風に生きていこうっていう風な形に、まっさらな気持ちでできたってところは、まあ良かったのかなっていう風に思いますね。うん。なので皆さんも、こうやって、まあ、今回は働き方チョイスということで、あなたは職人気質で生きていきたいですか？商人気質で生きていきたいですか？っていうようなところをお話ししたんですけども、まあ、商人気質でね、生きていきたい方は、生きていけばいいですし、特になんか職人気質に関しての憧れがないんであれば、商人気質で生きてもらってもいいと思うんですよ。それも逆だと思うんですけど、自分は、どういうことだったら、その相手、自分以外の相手に貢献できるか、その時に職人気質なのか商人気質なのかっていうのを考えておくっていうのは結構重要かなと思います。で、もしどちらかの自分が持ってない気質に関して憧れを持っているのであれば、そういうどちらか一方の気質を持っておくっていう、それを持とうと頑張っていくっていう姿勢って、まあ話してみて思いましたけど、やっぱ重要かなと思いましたね。うん。やっぱり偏ると思うんですよ。なんていうかな。まあ、職人気質のままで生きていくと、やっぱりその自分たちのサービスがいいじゃんっていう風に思いすぎちゃって、その相手、自分以外の相手に対しての思いやりとか配慮っていうところが欠けてしまうというか、もう自分はいいと思ってるから他の人に認められなくても私はそれでいいじゃんっていう風に、まあ、半ばそう自分以外の社会に対してまあ諦めみたいなところが持ちすぎてしまうところもあると思うんですけど、その自分が持ってない気質を持っておくことによって、まあ、自分が思うようにいかなかった時に対しても、あ、ちょっとはそういう他の自分が持っていない気質っていうところを取り入れようかなとか思ったりとか、まあそういうところの視点、まあ幅広い視点を持つことができると思うので、まず自分がどのような、どちらかの気質、職人気質なのか商人気質なのかっていうのを、まず分析してもらって、それに対して自分はどういうふうにしてありたいかっていうところを考えると、もっと働きやすくなっていくのかなと思いました。まあ、そうですね。まあ、自分のね、まあ、自己認識っていうんですかね、その、日々、まあ、自分の、ま、いろんなビジネスであったりとか、いろんな人間関係があったりする上で、自分はどういうところでを大事にしているか、どういう気持ちで働いているか、自分の得意分野は何なのかとか、そういうところを理解しておくと、まあ、その自分の特性を理解している分、うまく立ち回れるというか、まあ、ストレス少なく、そしてま、充実した生活を送ることができると思うんで、やっぱ重要かなと思います。はい。まあね、ビジネスをする上で、あなたは職人気質なんですか？商人気質なんですか？っていうところをね、ぜひ皆さんも考えていただいて、普段の生活に、働き方に活かしていただきたいなと思ってます。
はい、本日のテーマは以上となります。ありがとうございました。はい、本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひね、メッセージや感想などはツイッターでね、ハッシュタグサニーデイフライデーでツイートしてください。またこのサニーデイフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもコメントメッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。またサニーデイフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。 Spotify ですと、5段階評価でつけることができます。また Apple Podcast ですとレビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。今後のサニーデイフライデーフライデーの番組の配信の励みになりますので、ご協力よろしくお願いいたします。シャロー氏ラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。今日も気をつけていってらっしゃい。